メアリー・タイラー・ムーアはアメリカ合衆国の女優、コメディアン。これまでにアカデミー主演女優賞ノミネートのほか、7度のエミー賞受賞に輝いている。1936年、ニューヨークシブルックリン出身。3人兄弟姉妹の長女。8歳の時にカリフォルニア州へと引っ越し、後にハリウッドにある有名校イマキュレット・ハート高校に進学した。 17歳の時、テレビコマーシャルに出演してから、女優のキャリアを歩み始め、これまでに多くのテレビ番組へ出演した。中でも、広く知られている番組は、シットコム、メアリー・タイラー・ムーア賞である。この時は、ミネアポリスのテレビ局、WJMTV で報道番組プロデューサーを務める30歳過ぎの独身女性、メリー・リチャーズ役を演じた。他にも、 カール・ライナーに見出され出演が決まり、自身の出世作となったコメディ番組、ディック・バンダイクショーで、ディック・バンダイクと共に主演を務めるなど、この当時の約20年における往年の名作コメディを、語る上で欠かせぬほどの影響を与えた人物として、知られる。また映画出演もこなしている。特にロバート・レッドフォード発監督作品、普通の人々では、それまで見せていたコメディアンのイメージを、 真っ向から覆す、役作り、演技を見せ、アカデミー主演女優賞ノミネートを受けた。女優業のみならず、精力的なチャリティー活動家、政治運動家としての顔も持ち、糖尿病や動物の権利保護といった分野に力を注いでいた。2017年1月25日、コネチカット州の病院で死去。80歳没。ありがとうございます。